ドジャース、大谷翔平選手の公式 SNS が27日、日本時間、更新され、シーズン前半戦を終えた報告とともに、愛犬デコピンとスタジアムに出勤する様子などを投稿。日本語をはじめ、英語、中国語など各国の言葉でメッセージが寄せられ、投稿から9時間で30万兆のいいねの反響となっている。ファースト81ゲームダウンと前半戦81試合を終え、シーズンを折り返したことを報告する言葉とともに、ショータイムの文字とともにホームランシーンなど前半戦の活躍を伝える動画をアップ。さらに大谷選手がリードを持ち、ブラウンのペット用のランドセルを背負ったデコピンと仲良くスタジアムに向かう写真。デコピンがドジャースの青いバンダナを巻いてドジャースタジアム内のラ・ロゴの場所でお行儀よくじっとしている写真を公開した。この投稿には MLB の公式アカウントが炎マークで反応。ドジャースの同僚、ベシア投手がベシアが、レッツゴー、大谷マニアで知られるFOXスポーツ解説者ベンバーランダー氏が、MVP と反応したのをはじめ、デコちゃんとの通勤ショット。嬉しい、デコピンのリュック姿可愛すぎるハートハート、リュックにはおやつ入ってるんかな、英語で、小さいリュックハート、などとデコピン関連のコメントも多数。